天気予報です。西日本はこの後も雨で、夜は九州や中国地方で非常に激しく降るでしょう。次第に東日本にも雨の範囲が広がる見込みです。気温は九州で30度前後と高く、復旧作業中の熱中症に気をつけてください。週間予報です。明日も広い範囲で雨が降り、西日本と東日本では大雨による土砂災害などに警戒が必要です。水曜日以降も各地で梅雨空が続くでしょう。天気予報でした。